皆様こんばんは、もこうと申します。今回ね、新シーズン迎えたということでレートに潜りたかったんですけれども、ちょっと僕の持ってるヘルガー、今日使いたかったヘルガーがあのもうあろうことがもうなんか要は第6世代で育成したポケモンなんで持っていけないと言われたので、もう僕もうレーティング潜るのは今後やめます。はい、フリーバトルで今後はもう戦っていこうかなと思っております。はい、もうそうやってもうユーザーをね、もう舐めてる、もうユーザーをそうやってもうなんだろう、もう追い返すようなことしてるポケモンはもう俺はやりたくない。だからフリーバトルやる。はい、よろしくお願いします。ということで、モーガンさんよろしくお願いします。相手の方手持ちになんかちょっとラナルータとかいるけど、ルナーラだっけ、ラナルータってそれドラクエか、ルナーラとかいるけど、ちょっとまずデデンネから入ってヘルガーに繋ぐ、ヘルガーのメガヘルガーのあの、3パワーに繋ぎたいと思います。デデンネで、ね、左かけてで、まあ、やはり、相手の手持ち的に考えるとギルガルドやっぱ欲しいのかなと思います。ギルガルドいるよね。ちょ、ギルガルド行きましょう。はい、行きます。はい、ではよろしくお願いいたします。はい、ほんと久しぶりのポケモン動画になってしまって申し訳ない。ちょっとあらゆるいろんな事情が重なり、ちょっとなかなかね、ポケモンを取る、ポケモンをプレイするという気持ちになれなかったんですけれども、今回から、まあ好きなポケモンのヘルガーがね、ヘルガーナイト解禁されたんで、ちょっと潜ってみようというふうに思っただけです。はい。よろしくお願いします、ルナーラ。OK。まあルナーラ確か S がそこまで速くなかったはずだけど、その情報って、合ってる。ちょっと待ってる。ルナーラ、90とかだよね。ちょっと調べていいですか、自分。ルナーラでしょ。ルナーラ。まあ、その前にちょっと、まあ、とりあえず日本バリ打ちますか。あれ、110とかあったんだっけ、ルナーラって。おっち、こっちも早い。ルナーラは、S97 っすね。S97。まあ、なんだ、あれ、ラッタとかと同じだ。ラッタとかと。シャドウレイ、オッケー。うわ、来た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 。しかし、ここはデデンネが捨てられていく。よし。そしたらちょっとほっぺスリスリ打っちゃうのありかな。ワンチャンボルチェンでもいいんだけど、シャドウレイでしょ。シャドウレイ。ちょっと待って、シャドウレイか。ゴースト技なんだよな、シャドウレイ。ってことはヘルガーで受け切ることもできない。であれば、ここデデンネはおとなしくちょっと、交換した方がいいのかもしれない。ボルチェン下手に打っちゃって、後続にシャドレー当たっちゃうと、それはそれで困る。ってのはあるけど、実際どうなんだろうな。別にそれはそれでいいのか。いや、とりあえずボルチェンしますか。ボルチェンでデデンネ生かす。いや、安全に行こう。ほっぺすすり。麻痺らせに行く。これ確定麻痺です。全然効かないけど、まあ、しっかり麻痺っていく。あー、ここ、まあ、結果論だけど、最後ミスで来るんだったら、ヘイガーに交換でもよかったですね。ボルトチェンジからね。そしたら無償降臨させつつ、デデンネを生かすことができた。まあ、そこを投げていても仕方がないので、ここはもちろんヘルガーできます。まあ、道連れあるんで、最悪 2体持っていける。メガ進化から、ダイモンジ打ちます。まあ3パワーなんでとんでもない火力になっている上にソーラービームが、チャージなしで打てる。ここでなら当て引っ込めてくる。ウツロイド、よし、全然大丈夫ですね。ウツロイドごときであれば大丈夫。さあ、そしてこちらのヘルが、メガ進化することによって火力がめちゃめちゃ上がると。オッケー、もう全然効くわ、全然効いてる。で、S の方も、ウツロイドを、メガ進化前だと抜けてないんですよ、95で。ただ進化することによって115なんで、ウツロイドを S で上回っている。すなわち、ここは、まあもう、大文字安定ですよね。うん、大文字で押し切りましょう。大文字で押し切り萌え。ただ問題、外すとどうなるかっていう。外れない。しっかり当てていく。OK。
しかもウツロイド D に関しては結構自信があるポケモンなのにもかかわらず半減でこのダメージなんで、もうこのレーティングにから省かれたもう俺たちのこの怒りを本当もう知ってくれ。ガオガエン、まあガオガエンも通常であれば対応しにくいポケモン、しかしここは道連れを使うことによって強引に潰す。まあ、ちなみにあのこの2体が本当唯一の悪炎なんでね、クロスチョップ、まあ、格闘技来るよね。さあここはしっかりクロスチョップでヘルガーが倒されていく。もちろんそれを見越しての道連れ、ガオガエンが持ち物の有無にかかわらず落ちていく。さあこれヘルガーが2体持ってた。よし、役目を終えるかのように日差しが戻っていく。そして最後のギルガルト、ギルガルト対ギルガルト対ルナアーラの対峙、これ相手麻痺ってるんでもう完全こっちは有利です。ごめん、そんなことないかもしんない。逆にこっちが先行になってしまうと、逆にこっちが先行になってしまう、いやでもあれか、今作から2分の1だからまだルナーラの方が早い可能性あんのか。ちょっと早く、ルナーラの方がこれ行動早いってなってくれないと逆に困るのかな。これ頭から殴っ、いやでもタイプ相性的にさ落ちるだろ。うん、2倍、4倍だよ、4倍。落ちるわ。うん、やっぱこれも早くない、早いな。まあいいや。これ逆に、これ耐え切られてから、後手で打たれると、もう確一なんで、ただこれさすが4倍で落ちます。はい、ありがとうございました。はい、アテナさんよろしくお願いします。リザードン、なんだ、ドクロック、エリマキトカゲ、アシレーヌ、ハゲタカ、あとユレドルいきます。これもデデンネからのメガヘルガーでいけそうな気がする。てかワンチャン、あリザー、でもリザードンの日照りにちょっとね頼るのは正直弱いけど、ドクロックってまた面白いポケモン使ってんの、やっぱフリの方が面白いわ。あーレートはだってもう同じポケモンしかいねえじゃん。俺のヘルがはぶってくるし、もういかん、あ、もういいよ、レートなんてマジで。フリーの方がやっぱ面白いわ。ドクロックってでも気になるな。マンダでもゴリ押しするのもありだけどね。マンダでゴリ押しでもユレードルとかで止まっちゃいそうだから結局は。いや、もう一回出てんねんからヘルが行く。うん。カルシェンは出しにくいよな、球根いねえと。いや、ちょっと待って、これ出てんないって使わずに、球根、パルシェン、ヘルガーみたいな。相手が球根読んできて、一発にリザ出してきて、みたいな展開になったら、実は回答策用意してましたって感じでヘルガー出していく。アテナさんなんか結構あれだね、いいコスチュームですね。バルジーナか、まあどの道相性的には悪くはない。これだったらさ、もうパルシェンでもうゴリ押しできんじゃねえ。これオールアベラ先貼っとくか、まあ、とりあえず初手でいきなり吹雪ぶっ込むのあんま好きじゃないんだよな俺。アシレイヌ、よし、オッケー、これ逆にオッケーです。アシレイヌに対してこっち抜群取れるんで、技構成は多分変えました前回から。うん、なんかもう今までずっとその使いもしないムーンホースを入れてたんですけども、それ抜いてフリーズドライに変えてます。うん、そもそもポケモンって水タイプが多いゲームなんで、単純に水に対して抜群ってだけで、ね、まあ、需要あるからな。フリージングドライ。あー、でも硬いな。あ、硬い。歌方のアリア、ちょっとここ、ごめんなさい、ここちょっとあれします。編集します。
あ、ごめん、いいのか。これ、あの、Z 型じゃなければいいのか。歌方のアリア。あんこで縛っちゃってパルシェン出して。いや、フリーズドライで押し切ろ。あ、来た。だあ！さすがいい火力してやがったわ。よーし。だったらパルシェンに変えちゃいますか。殻をもう破っちゃおう。多分足でのパルシェンに対して言うことはない。そもそも壁張ってるから水技のとんでもないのが来ても耐える。ムーンフォース耐えます。これ全然耐えます。タイプ1球場だとは言え壁で耐える。おいー、壁で耐える括弧切りってなってくるとちょっとこれめんどくせえんだよな。メガ進化しなくていいよね、とりあえず。文字でいくか。悪邪、うわー、不意打ちが正解だったな、これ。ガチガチのアタッカーやな、こいつ。さあ、だがいいタイミングであられば終わっていく。おっと、リザードン来たぞ。ワンチャンあるんじゃないか、これ。ワンチャン。メガ進化後の S で言ったらヘルガの方が早い。大文字でいきます。ワンチャン向こうメガ進化してきて、リザバイになって、そんなアシストしねえか。そんなアシストしてくるわけねえか。うわ、しかも X だし、うわ、じゃあ4分の1だ。これはきっつい。これはもうどうあがいても戻せない。うわ、それでもこんな削るんだ。あ、急所か。かばら割られていく。これはどうしようもなかったな。いや、まあいい試合でした。ありがとうございました。ちょっとまあ選出というか、まあパルシェンでと、パルシェン。パルシェンがちょっと一発で結局落ちたのが痛かったな。